はい、こんにちは。まめと申します。脱出ゲーム、リ、実況プレイ、続きからやっていきたいと思います。ということ、うわぁ、うま, <laughs> まだ、挨拶してたでしょ空気読めよ、そしてでかくなってやがるよ。さっきまでチビだっただろチビだったのになんで急に同じ等身大に。なんでやがるもうん、ごめ個分わかってたのに。わかってたのに逃げられないバカ野郎でした。 えーっとこう来るからこう来て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 もうやって <laughs> あいつで巻いて出たいのよはいこういきさあおいでさあおいでさあおいでちょっとゲームがくついてるさよならあっあっ危ねえ危ねえなー本当によしさあ行きましょう <laughs> えー、次は洋館っぽいところに行っておばけちゃんが言ってたんですよねえー、このまま上に上がっていいかなそういえばこっちの下ってあ1年2組なるほど待って美術室と校長室の看板だけがあるぞそういえばさ1年2組ってあこっち側やっぱ行けてないよね何これ気になるものはない <laughs> すごい気え <laughs> 生橋豪邸に入れたどこで使うんだろうねなんか書いてるえー、多分どっかで使う <laughs> まあ着といてよかったなはいということでさでもライターオイルをさ入れたのでえー、っとねええ動けないえああゲーム止まってた単純にごめんなさい<笑><笑> <laughs> 動けないはずだわそれはごめんなさいたまにね怒っちゃうんですよこういうことがねオンボロ PC なのでということでちょっとね校長室に行きあえちょっと待ってあなんもなかった <laughs> ごめんなさい校長室に行きたいと思います気になるのでね洋館みたいなところってなんだろうね 校長室校長室かな分かんない談話室とかなんか応接室とかあるのかなそういえばモアイさんはどうやったらどいてくれるんだろうねフラフが立つまでいっのかないモアイーっていうことでまあいろんなところの鍵をね手に入れたからいけるんですがあ待ってこれまず使ってはいライターにオイルを詰めますぶち込みましたああ <laughs> そのその <laughs> 男マークやめろよっていうことでこれでさあ炉を溶かせるんじゃないかって思うんですよねちょっとやってみましょうあん位まで来ちゃったはいセーブしすぎてチキン野郎でごめんなさいえー、あ来たライターで炉を溶かしますかはいライターのひで炉を溶かしたとえ何4秒って何あ熱いあなるほど 火で、えー、炉を溶かしたばっかりなんだから当たり前じゃない。<laughs> なるほど。この秒数が経ってから開けろよってことですね。ごめんね、なんか。<laughs> 鍵を開けた。手がポロポロにな。ロ,どドロッ、ボドロドロに溶けてやがりますが。はい。えあれ絶対さ、動き出すだろう。ああ、通れるのね。歴代の校長絶対落ちてくるだろう。これな。 えー、生徒が校内を使って宝探し企画をした、えー、教師と生徒がより良い関係を築くためにもこういった行事には校長自ら参加し、えー、模範を示す必要があるとそのため宝探しの一環として校長室を開放した宝探しのヒントを金庫の中に、えー、しまったが果たして彼らは謎を解くことができるのだろうか。 そういえば職員室の鍵の管理がずさんな教師を注意したが少しきつく言い過ぎたかもしれない彼が今日改めて謝罪に来るというので私も言い過ぎたと謝ろうと思う待って「ハゲ校長をぶっ殺す」「ああ」って書いてた気がするよねこれ校長やりましたわはい生徒と教師の間だけでなく教師同士も絆を深めなければならないとな。 <laughs> えこれあの教師がやってますわ絶対工場の肉1 0 0 g 9 0は安い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 目玉が悲しそうにこちらを見ているそっか私グラムでさいつも見ないからさ普通お肉ってどのくらいかな <laughs> いつも何百を買ってるんだろうあれなんか500円ぐらいでお肉いつも買ってるんだけど <laughs> か <laughs> ごめん私のせいじゃないんだけどなんかごめんって言っちゃうええええー、98年度殺人技術大会優勝天赋高校えスタイリッシュ自殺大会優勝えどういうここの学園のモットーは何ですか えーえー、1892年初代校長今和の京四郎いまいましいなんか,なんかねえ死であやめ <laughs> 名前がちょっとねええ開、ー、墾マ太ロ <laughs> なんか魔界にいそうな殺戮恩恵も <laughs> やべえよ呪われてるよここえ 1足す3ひく2足す4はえそんままでいいのそんままでいいのええなんだよなだよななんだろうえほかほかにヒン,ヒントないっすかヒ,ヒントないっすかねパ,パパパパイセンヒ,ヒント校長先生校長先生教えてくださいあなたが。 あなたがあうひごめんいているなんか生き返る薬あのなんかあのドラえもんの道具でないですかね <laughs> あ待ってよ4桁だろ4桁だねえー、っともしかして名前に数字入ってる今はの京城あ4が入ってますね4が入ってますねちょっと待ってまた書き出します えー、4、えー、ちょっと待って。<laughs> 1は、4。で、ね、2は、えー、え、2も、4。<laughs> え、死であやめ、4。3は、ほい。あれえー、3代目、またろ、 開ま、え待って入ってる入ってるえわ,わ,わかんねえちょっと待ってこっこっこっちはえー、4代目はえー、っと殺戮恩右衛門あれあ待って待ってここの数字かここの数字っぽいなちょっと待ってよ書き出すわカットして書き出すわ はい。ということで、歴代校長の、えっ、ー、と、この、ね、1892年、1905年、2017年、えー、2353年を書き出してきました。そして、はい。ちょっと答えが出ちゃうんですけど。<laughs> はい。あの、1、足す、3、引く、 2+4 は4357になりましたと。はい。1234357。OK。金庫が開いた。今回はね、あのー、意外とさっと溶けてよかった。<laughs> はいな。ということで、えー、何を手に入れたんでしたかなえー、なんだ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  あこれかラミネート加工された写真だが絵の具で汚れている絵の具で汚れておっと <laughs> 本当に汚れてるこれをじゃあ落とすような絵の具絵の具絵の具って何で落ちる油とかで落ちますかえへへ紅茶を助けてあげたいけどごめんね動くんだろうどうせう <laughs> 校長の音量がやばいはいということでえー、っとどうしようかな一階でまだ行ってないところってありますかねないですよねないですねということでじゃあモアイがもしかしたらとうせを解除してくれてるんじゃないかなとかちょっと淡い期待を抱いてああこっちはそうだ行けなかったんだよ。<laughs> あ、まだダメなんですね。わかりました。ということで、じゃあ上から行きましょうかね。はい。ここはそっか、ここの鍵が開いてなかったんですが、開いてなかったんですよね。あ、いた。<laughs> 鍵の束持ってますからね。ちょっと新しいところに行ったらセーブしまして。待って、ここなんだっけ美術室。了解した。あ、洗えるんじゃない 蛇口、えーえー、をひねったが何も出なかったと青く光る水が出たああえあえええもしかして何かの写真ですかわかんないけどえ浸して大丈夫あ違った <laughs> えー、パレットの掃除に使った薬品は棚にしまうようにっていうことはその薬品でこの写真を何とかすればいいのかえ え、え、な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 んて <laughs> 泥で汚れていて、瓶のラベルが、<laughs> 消滅できないけど、インディーか、やりますよ。え、ダメでした。違いました。えー、なんだろう。何を、じゃあ、またバケツみたいな何かを、パレットパレットを見つければいいのか。はい。探そう。ここで。えー、でも、な、なんで美術室に <laughs>。 ピアノがあるかなドジンの踊りだけなら弾けるよってねえパレットちょっと待ってなんかでも使うようなあバケツあんじゃんバカ野郎 <laughs> 普通にあるしバケツえでもこうああるあるびっくりした <laughs> はいバケツに水を汲んだと えー、水がたっぷり入った。そう。あのね、バケツに水を汲むと足が遅くなるんですよね。ということで、これで、バケツの中に、さらに入れたらいいんじゃないバケツの、ぶっかけたあなるほど。<laughs> 泥、泥の汚れを落とすためにぶっかけたので、はい、なるほどね。えー、剥離剤。剥離剤剥離剤を手に入れた。えー、じゃあ、これで。 塗装などを履かす際に使われるスプレーこれさえあればどんな頑固な汚れも剥がれますということで使います写真の絵の具を落としますかはい写真の絵の具が撮れたとおお宝写真ちょっとえなんかちょっと私の好きそうなさマリアちゃんも好きそうなさえあーなお写真だったら嬉しいう,れうれしいうれうれしいえへへえ ラミネート加工されたお宝写真エロい意味ではない宝の場所のヒントのようだっていうことではーい <laughs> ドクロの右目にお宝ありドクロの右目あのー、たくさんドクロが置いてあったあのドクロの山ですかねあこっち出れないわ分かんないでもまだこのフロア全然調べてない全然って 可愛い髪型したわ珍しくはい全然調べてないのでまあここを先に調べましょうかねあれこんなとこ見たっけ <laughs> ここなんかあ扉じゃないのか柱かハイ <laughs> はいチーズってなんかえー、火がこうこうと燃えているあっクロろあんじゃんどクろあんじゃんあでも調べられないへ、えー ドクロの右目ドクロどこどのドクロあん、降りちゃった。えー、ここはえー、ここ特に他何もないですね。えー、待って、あと行ってないところってどこ <laughs> 待って、行ってないところが思い浮かばない。もあいさんがそろそろどいてくれてるかなどいてくれてるかな信じて。下に行ってみますかねはい。えー。 それれか、ああのー、なんだだっっけ、けどこだっけめっちゃとクロがさひしめき合ってたあそこにもしかしたらさドリカが <laughs> あと縄ばしごも使ってないんだよ縄ばしごあ間違った地獄の入り口だ <laughs> ありがとう思い出させてくれてでもここいっぱいいるんだよなはい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 全部違う全部ち、ぜ 全部ち違いますね。違うみたいですね。<laughs> ここじゃないみたいだ。はい。えぇドクロの右目にお宝あり。ここ以外にドクロってどこにあるっけまあいいか。ちょっとモアイさんに会いに行こう。<laughs> ちょっとのどちんこがやばい。 待って、待って、ここ、ここだよね、ここだよね、行けるようになってる立 <laughs> って、る。でも、え、どうなってんのどこが部屋なの <laughs> わかんないんだけど、ちょ、ちょ、マジで、どこが部屋なんですかこれえー、あっ、何か道具があれば降りれそうだ。オッケー。縄梯子ごだよ。はい。縄梯子ごを穴から下ろしたと、多分どっかで使おうを失った。<laughs> あっなるほどここに降りてこられるんだありがとうありがとう新しいところに来たらセーブしましょうすかさずへ、えー足跡がね足跡がねこっから来てるんだようんびっくりした行 <laughs> っけかなんかすごい泥っぽい色なんだけど大丈夫か人の血じゃないよなはいなんか自殺選手権みたいな <laughs> 優勝してたからさはい えーなんて書いてるなんてて書いてあるんだろう私には読めない皆さん読めますでしょうかはい行きましょういざなってやがるえー、奥から何かの息遣いが聞こええてくるえ何かの息遣いお宝写真あげようかああ違うそういう意味ではないえ何をするんだどっか行けるのか行けるのか行けないぞ びっくりしたびっくりしたびっくりした, <laughs> びっくりしたなるほどなるほどそういえばなんかゼルダでこんなゼルダでこんな仕掛けあったわ、はあ、<laughs> これだわはいあの持、ー、ちきた ドクロの右目に宝ありこれがドクロの顔になってるんですねうわー私気づくのそう <laughs> えー最近ねまたねゼルダの伝説をねなんだっけ不思議な木の実をねやり直して確かにこういうねこういうね仕掛けあったのよあったのよでも記憶力3秒だから覚えてないのよそれだら なるほど。これってさ、こっからいけないんだね。じゃあ、こうきて、こう行って、上がればいいんだっすね。いいんですね。トリ、ウッドウッド。パぱぱぱぱぱぱーにゃッ。ニンどうすればいいんですかね最短距離、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 パパパパ、え、バイバイ。オッケー。 に入れたえー、後、えー、者一回正面の鍵。オッケーオッケー一番いいの手に入れた。こっから出られる手はずは揃ったけど、揃ったけど、あの、おばけちゃんをね、えー、見つけられてないんですよね。息遣いも気になるし、おばけちゃん、えー、よーよー 用室、用室、な、ん…なんだっけなんか。えぇ、ー、まあ、いっか。出ちゃっていいか。ここはさっきの、こっちに繋がってるんだもんね。お化けレベル3を見つけられてないが、いいのかないいのかな出ちゃっていいのかな出ますよ <laughs> えー、お化けちゃん見つけてない。どうしよういいのかなちょっと、セーブ分けよう。セーブ分けよう。ちょっと、ここで。 記録で銃を取っとこうはい鍵を開けたえー、扉を開けると俺たちは真っ白い光に包まれるこうして俺たちはこの呪われたゲームから脱出することができたのだ果たしてそう本当に脱出ゲームマジでマジで終わった <laughs> はいと思っていたが えー、思っていた時期が俺にもありました現実逃避なんてしなくていいからさっさと先に進むわよ時期証めですよねはいということでじゃあ今回はここで終わっときますかねはいご視聴ありがとうございましたそう簡単には終わらせねえぞってなはい次回もまたよろしくお願いいたしますバイチー